さんから、はい、卒業といえば私の母親から聞いた話なのですが、私の母が高校生だった時、40年ほど前、母の通っていた高校では近くの川の泥を卒業生に塗っていたらしいです。都かな、これ違う、パパはニューギニアとかみたいじゃない、なんか通過儀礼みたいな、成人になる儀式なんかどっかの部族みたいな話じゃないの卒業生に泥の泥すごいね私の同級生、30代半ばも母と同じ高校に通っていましたが、はい、そのような風習は聞いたことがないので、いつまで続いていたのか気になります。へ、母親曰く、多分40代後半ぐらいまでの人は泥塗られてると思うよ。あ、じゃあ僕じゃん、40代後半って誰か卒業式に高校近くの川の泥を塗られた方いませんかあ、高校教えてほしいね。ねえねえ、その高校だったらね、どこだろう、40代後半って言ったら僕たちと同世代だから、まず那覇校ではなかったでしょ、まあ、川はないもんね、近くに川がないとダメだから、開放高校でもなかった、それは前校でもない、前校でもない、どこなんだろう、これ泥持ってくる方も大変よ、重たいさ、それそうだよね、っていうか泥がある川、大切な儀式なんだろうね、あんまり綺麗じゃない川だよねきっとね、まあそうだと思う嫌だなそれちょっといろいろいそうだよね、嫌だな頑張ったのに3年間生き物がさ微生物とかはい、これぜひどこの高校か教えてください、教えてください、興味津々です